リアル47秒ぐらいで寝た。ほんでね、ほんでよ、ほんでよ。ほら片目。嫁にもろて、完全に絶対いける。皆さんこんにちは、嫁にもろてのお姉さんことチャピさんでございます。前回のなんかちょっと眉毛おかしいな、てか顔がおかしいな、はい、まあいいわ。前回の動画でお引越しをしまして一人暮らしが始まりましたっていう、もう噛んじゃった一人暮らしが始まりまして、まだねインテリアとか全然届いてなくて、普通に床生活、皆さんのこの段ボールの上に置いてしまって本当に申し訳ございません。でね、まあ一人暮らしっていうことで全て自分で 100% 自分の生活をコントロールできるようになったんですね。で、私は6月の大会に出るために今ボディメイクをすっごい頑張っていて、今減量1ヶ月過ぎて2ヶ月目なんですけど、見てまだね掴めるけど、だいぶ体脂肪率も落ちてきて、でも体重は全然減ってなくてっていう、まあでもまあ減量としては順調でございます。というわけでですね、大会に向けて最高なコンディションを作るためにはやっぱり私生活から整えるっていうのはすごい大事だと思うんですね。で、ボディメイクとかダイエットとかで一番大事なこと、私3つあると思ってて、1番のに3つやねんけど、食事、運動、休息、この3つに限ると思う。で、これがもう完璧に自分でコントロールできて完璧にできたら、もう私は無敵やと思ってるんですよ。この物件探すのもそれをめちゃめちゃ重視したんですけど、まあ、運動、ジムはパーソナル通ってるんで、まあそこはまあ置いといて、食事についてはキッチンが結構広々としてる物件を選んだり、じゃあ休息が家の中で一番重要視しようと思ったんですね。それでめちゃめちゃ SNS でめっちゃ広告で流れてきて、めっちゃ気になってる、じゃん、コアラマットレスさんのマットレスをご提供いただきました。え、やばくないですか、マジでやばくない。で、今回はほんまに私がずっとほんまに本気でずっと調べてて、本気で狙ってたコアラマットレスさんからたまたますんごいいいタイミングでご提供していただけるということで、本日はこのマットレスを開封しながら、まあ、睡眠の良さであったり、これ実は新しく出た新作商品なんですけれども、それのマジで素晴らしさも説明していきたいと思います。ほんで、まあ、数日使って実際にどういう体感になったかっていうのもちょっと話していけたらなと思っております。じゃん、ベッドフレームが出来上がりました。マジで腰もげそう。あいつあのコアラマットレス茶碗を開けていきたいと思います。マジで楽しみ、本気で楽しみ。あ、いや、私はねダブルサイズを今回注文しました。まあ、ここで開封しながら、まあ、ボディメイクになんでこの休息っていうのが大事なんかっていう話をしていこうと思うんだけど、トレーニングオフ何日ぐらい作ってますかとか、毎日筋肉痛来てますかとか来るんですけど、私週に2回オフ作ってるんですね。っていうのも筋肉って休息を与えることで筋肉がつくんですわ。こうトレーニングによって筋肉が破壊されて、ごめん、さっき開けるわ、こっちの方が楽しみすぎて。おーおーおお、膨らんできた、待って、上下反対、上下反対、すごい、ちょっと待って、ふかふかじゃ、完成しました。ふっかふか、サラサラなんだよ。あー、やば、これえぐい、もう寝れそう、もう寝れそう。じゃじゃーん、めっちゃ可愛くない？色も好きやねんけど、これがね、私が最近よくインスタとかよく SNS で見てたコアラマットレスさんのニューコアラマットレスっていう新しいものなんですね。あー、え、マジでやばい、ほんまにこれ動画になる。なんかさ、柔らかいねんけど沈まんってわかる？柔らかいねんけど、なんか柔らかすぎるやつって腰痛いやん。なんかそこまで沈まへんねん。
まあ本音なんや、筋トレの話やけど、筋肉はトレーニングによって破壊されたところに、まあ、栄養素、タンパク質とか糖質とかが入って、お休みすることによって筋肉って大きくなるらしいんですね。だからお休みってほんまに大事なんよ。で、最近私さ、この引っ越しの手続きだったり、東京出張とかあったり、いろいろめちゃめちゃ寝不足で、結構体バキバキで疲れも溜まってて、クマもほんまにやばくて、メイクする記録もないねやんか最近。だからほんまにこの睡眠の質っていうところは絶対に確保したかったポイントではあります。ほんでね、このマットレスがなんで私が気になったかっていうと、このニューコアラマットレスには3層の構造になってて、すっごいんだよ、すっごいんだよ、見てください。まずね、この一番上のレイヤー、これがさ、さっきから肌触りがマジでやばいんやけれども、コンフォートレイヤーって言って、めちゃめちゃ肌触りのいい繊維素材を使っていて、すごいね、通気性がよくって熱がこもりにくいで、湿気をしっかりその外に出してくれるから、結構オールシーズンでも快適に使えると思います。ほんでね、この2層目なんですけど、ほんでね、ほんでよ、ほんでよ、何これやろ、マジで、なんじゃこれ、なんじゃこれえ、こんなことありますか。これが最大の特徴で、このマットレスリバーシブルで使えるわけ。どういうことって、柄違いって、違う違う、そんなただごとでねえんだからな。これはね、リバーシブルで硬さを調節できんねや。硬さは普通と硬めの2種類あって、この裏返しするだけで変わんねん。ちょっと見ててな。まずはこんな感じで、こうやってな、簡単に変えれんねん。そうすると、ほら、わかる？え、わかる？この硬めになんねん、ほら硬め。ちょっとね、私は柔らかすぎると腰が痛かったりするので、硬めにしたり、でも季節によってこういうマットレスの硬さを変えると寝心地とかめちゃめちゃ変わってくるらしい。てか、めちゃめちゃさ、いや、優しい。で、これつけんのもさ、あ、ここまで可愛いね。マジ色可愛い。ここにはめてピーって一周回ったらもう簡単に変えれるんだよ。すごくねえか。ほんで、この一番下の3層目はこの圧力を軽減するためのしっかりとした土台が入ってます。それによってどこで寝てもより心地よく睡眠につけるっていう、すっごいこだわりがある、素晴らしく考えられたマットレスです。このね、ひっくり返せんのが一番気になっててんけど、本当にすごい。やっぱさ、マットレスとかって硬いの好きかもと思って1週間経ったりして、あ、でもちょっと硬すぎたかなとか、あ、柔らかすぎたかなっていうのはあるから、これ自分の気分によって体調によって変えれるっていうのはすごい面白いし、いいと思います。そう、まあでも変えれるのは変えれるけど、やっぱり本当に質がいいから、まあちょっとね、勇気いるお買い物って思うかもしれないんですよ。まあ新生活とか始まる方とかお金かかるし、ちょっと不安やなっていう思う方いらっしゃると思うんですね、通販やったりするから。それでね、新生活応援キャンペーンっていうのがコアラマットレスさんが今やってるみたいです。鼻が潰れてしまっているこの子このね、新生活応援キャンペーンで全商品20% オフなんです。 20% って結構でかくないですか。ほんでね、もっとすごいキャンペーンがあって、1年間365日マットをトライアルできるっていうキャンペーンをしてるらしいんですよ。え、どういうことって感じなんですよ。やっぱりこのシーズンごとによって、このリバーシブルっていうのを体感してもらうためっていうのにも、ためにも、どんなシーズンでもこのマットレスが自分に合ってるなっていうのをしっかり実感してもらいたい、それほど自信があるっていうので、1年間じっくり使って、でほんまに合わへんって場合やったら、いつでも気軽に返品できるっていうサービスがあるんですよ。これすごくないですか。1年マットレス使って返品できるってどういうことって、マジでやばいですよね。そんぐらいほんまに、いや、私もマジで今本当にここに座ってるけど、寝てるんですけれども、ほんまに冗談抜きでマ
ジでいい。今までのベッド何やったんって思ってる。それは言い過ぎ。この新生活応援キャンペーンっていうのが、まだこの2022年の3月の27日までなんですね。で、このセール期間中にご購入いただくと、120日間のトライアルっていうのが365日に延長させるっていうことです。大事なところ感じダメでしょ。この365日返品返金保証の対象になるんです。申し訳ないんですけども、大阪と東京以外は返品にお手数料かかっちゃって7500円発生するんですけど、でもまあ1年間使ってで合わんくてで7500円で返品返金してもらえるって、まあでもそう考えたらすごいですよね。まあでもどんな人にも休息って絶対するやん。絶対寝るし、それの質を上げるだけでも全体的なパフォーマンス、まあお仕事もそうだったり、トレーニングとか自分磨きとか自分の好きなこと、もう何でもそうやけど、体を人間的に動物的に休めてあげるっていうのは他のパフォーマンスを絶対に上げてくれると思うから、ここは投資してもいいところなんじゃないかなって私は思います。ほんでね、マットレスをね買うとね、コアラちゃんが一匹ついてくるんやって。この子を鼻ちょぶられたらどうしたの。このコアラちゃんが来るということは、コアラを一匹保護しましたっていう証なんですよ。そうなんです。コアラマットレスさんは地球に優しい、環境に優しい、動物に優しいっていうのもテーマの一つとしてやっていて、このマットレスをご購入いただいたらコアラを一匹保護できる、そしてこんなに可愛いコアラちゃんもゲットできるというわけでございまして、その上素晴らしい眠りにつくことができ、そしてもう1年間使ってもお気に召さなかったら返品返金対象という、本当に大丈夫なのかっていう、素晴らしい素晴らしいんです。でね、このマットレス、まあ今寝転がっただけなんで、ちょっと数日使って体がほんまにどれぐらい疲れ取れたかとか体感とかも記録していきたいので、とりあえず今日1日頑張ったのでお休みしていきたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。マジで今起きた。マジで本当に今起きた。あのさ、よくさ寝起きの動画撮る昨日、マジで多分リアル47秒ぐらいで寝た。おはようございます。ね、もう使い出して数日経つんですけど秒で寝れる。あのコアラマットレスさん、このコアラマットレスを使う、このニューコアラマットレス、このニューコアラマットレスを使い出してから本気でマジで秒で寝れるっていうのと、今までのベッドちょっと固めやったんですよ。寝たら腰がちょっと痛かったりするんですよ。なんかマットレスの上に乗っかってるって感じ。でもこれはなんか自分の体にフィットしてくれる感じで、寝返り打ってももうどこの部分でも沈みきらないけど柔らかいっていうのがめっちゃいいなと思った。今まで硬すぎたから柔らかいの慣れてきたら、まあ、別のシーズンになったら裏表帰ってとかやってちょっと1年間楽しんでみたいと思います。ボディメイクにおいてね、休息もすっごい大切になってくるので、休める時に質のいい休みをしっかりとって、これからも頑張っていきたいと思います。3月27日までこのマットレス全品 20% オフやからね、セール期間中にご購入いただいたらこのコアラちゃんも一匹保護できるし、これもゲットできるし、返品保証期間が1年間という素晴らしいサービスも受けられるので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。詳しい内容は概要欄に貼っておりますので、そちらからどうぞ。かいかいかい。それではお次の動画でお会いしましょう。バイバイ。